内枠に地元勢が固まる形になりました。その地元のワンツースリー、1、2、3となれば 10.1 倍、これがどうやら一番人気となっていますが、上位拮抗ムードとなっています。向かい風 1、2メーター。それでは第11レースです。ピット離れが悪かった1号艇の鈴木は現在3コースあたりですが、前付け気味に動いています。さあ進入はこの地元勢の争いどうなりますか。対戦の6選手、1号艇群馬鈴木忠義、2号艇が群馬土屋智則、3号艇群馬3人目柴田光、4号艇佐賀若手の百武翔、5号艇が広島佐々木秀樹、そして6号艇が愛知の大谷直弘、以上6メンバーの対戦です。ここ一番インコースを取り切った2号艇の土屋智則、2コースに3号艇の柴田、3コース回りとなりましたのが1号艇の鈴木忠義です。スロースイキ2、3、1となりました。さあその動きを見ながらダッシュ勢は定番通り、地元勢相手に角市4号艇佐賀のヤングパワーに百武翔、5コース5号艇の佐々木、サイアウト6号艇の大谷です。向かい風現在2メーター前後、明日行われます優勝戦、残り2つの椅子をめぐっての争いということになります。スローの3選手は V からへ入ったあたりの起こしということになりそう。準優勝戦第11競争、進入体系はインコースから2番、3番、1番、4番、5番、アウトコース6番の体系で今スタートいたしました。4コースから好スタート、4号艇の百武、さあ早くもまくり体制という形になりますが、4号艇がトップ旋回、内側の方からですが、今度は3号艇、さらには5号艇あたりも接近いたしまして、バックストレッチ、4号艇若干ターンが膨らんでおりまして、左右内の方から5番、6番接近いたしますが、わずかに判定心、しかし4号艇、内側の方から3号艇、この中枠両者のトップ争い、柴田光が左右内の方から6号艇、5号艇も去らないところで、向こう正面から2マークの旋回です。スタートの方は前提正常です。さあ3号艇先前体制も内側の、外の方から4号艇が握る体制、さらに内をついては5号艇が接近いたしまして2番手争い、ここで抜け出したのは3号艇の柴田光、リードの方は現在3停止ぐらい、2番手追走、4号艇の百武翔、3番手に5号艇の佐々木、上位の体勢は3、4、5の体勢となりまして、レースの方はこれから2周目と入っていきます。トップに立った3号艇の柴田、2番手追走、角からのスタート、4号艇の百武翔、そして3番手争いでありますが5号艇の佐々木、しかし今度は2番手争いとなりますが2番手と3番手の定冠、わずかに一定審査となっていますが、4号艇の百武なんとかしのいで5号艇ひらめをなぞって若干定冠が開きました。後方は6番1番2番という体勢、向こう正面から2マークです。トップは3号艇の柴田、その後は5号艇4号艇と交差旋回の2マークでありますが、2番手には4号艇の百武翔が守る形になって3、4、5の体勢からず、レースは最終周回です。ここは2コーススタートでありました。3号艇の柴田光、リード4停止、2番手追走、4号艇百武、それを2停審査5号艇の佐々木、その後ろでありますが6番1番最高峰でありますが2号艇の土屋、前提600を切りまして3番4番5番の体勢固まって向こう上面に入ってますが、4号艇がここでちょっとキャビテーション、外握っていった5号艇、2番手争いが接戦となって3、4、5かそれとも3、5、4に変わるのか、しかし4号艇立て直してまだ一定心優勢です。2連単の3、4、49.8倍、3連単3、4、5 182.5 倍を示しています。ラストタンマーク旋回、3号艇地元の柴田、2番手追走は4号艇の百武、そして内をついて5号艇佐々木、差していきますが、どうやら3番手までボート流れていきます。3、4、5の体勢、準優勝戦11レースゴールを迎えます。今1着で3号艇柴田ゴールイン、2着4号艇百武ゴールイン、3着5号艇佐々木ゴールイン、その後ろは6番1番最高峰でありますが2号艇の土屋智則6着でゴールインです。